年の冬はきっと忘れない、木枯らし色に染められた偶然の出会い、瞳の魔法に戸惑いながら惹かれてく君の心の奥に隠された愛を知りたい、真実を知りたい、君の瞳の奥に隠された。はい、皆さんもう今流れてますこの曲いかがですか。もうね、あ、何かってレノンサワールドの後半ですレノンサワールド後半でございます皆様。はい、ね、クマさんね、はい、これですか、クマさんがあのね切ない思いを綴った、そしていろんなね、あのね肉付けしてねこんなに膨らました、そうそうそう素敵な曲は、だいぶ膨らんでましたけどね、だいぶ膨らんでますああですね、あ、やっぱこの曲に実際どういった曲、あの伝えたくて作った歌なんですか。伝えたいことは特にないんですけどね。ないんですか。なんじゃそれこの歌で誰かをに何かを言おうとかそういうことは、はい、全く。そうそう、いや、その歌の相手の方にこういう切な思い、いやいや、相手はいないですよ。相手はいない、はい、ということは相手は聞いてるあなたですみたいな、そんなわけないかレノンズワールドありがとうございましたあ、違う、まだ終わってないです皆さん、終わってないですよ、はい、まだまだ負けませんよ、クマさんには。さあ、行きましょう、はい、はい、そんなね、クマさんのね空想の中のね皆さん、ストーリーぜひともね、聞いてもらいたいですよね、はい、歌詞の内容的にはね、皆さん何回でもね、繰り返してみてください。はい、はい、レノンズワールド回数がバンバン上がりますからねあ、そうなんですね、クマさんね、もうクマさんでございます今回のゲスト。あの前半見てらっしゃらない方はね、ね、この渋い方は誰なんだと、まあ、ですから、ここで歌わせていただいたということは、はい、私のオリジナルの中でも上位にあるという感じの歌ですね。ああ、はい、すいません、今もうどの辺から投げてくれたと思ったんですけどそういうことですね。そうです、あ、今やったオリジナルの曲はクマさんの中でもね、はい、もうね、はい、ね、このねベスト10ぐらいからなんか、ね、入るぐらいのね、曲らしいんですけど、実際なんかかなりオリジナルをあの作ってらっしゃるという、まあありますよ、うん、あのくだらない歌から、はい、今日歌ったこう皆さんに聞かせられる歌も含めまして、ええ、ちゃんと数えたことないですけどね、100は超えてると思います、はい、100超えてます超えてます、もう聞いたレディア、すごいね、100超えてるのよ、それが全部頭の中入ってますから、あのメロディーはね、はい、譜面は起こしてますから、譜面見ないと歌えないっていうやつなんですけど、100を超えるってことはかなりの年輪を、ね、感じますよね、うん、あ、いや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 、もう見た目はもう完全にね、20代の前半、はい、もう本当にそう思うんですけど、はい、いやもう本当思ってるかどうかわかんないですけどいや本当ね、ね、もうでもそれだけ100曲作るって言ったらね、なかなかね、パワーがいりますからね、どんだけ恋したっちゅう話ですよね、うん、もうね、まあ、40数年かければそれくらいできる、40数年、中学校から40数年ということは、年齢的にまた一体じゃやっぱ20代前半ぐらいですね、そうですね、はい、まあまあまあ、その辺はまあ置いといてですね、はい、そうなんですね、まあ、バラードだけではなくね、ちょっとこうテンポアップのなんかこうノリのいい曲も、うん、そういう曲を作りたいなと思うんですけど、なかなか自分の体の中にそういうメロディーがないのか分かんないですけど、なかなか生まれてこないですね。本当ですか。これからそういうのを目指します。クマさん、じゃあどっちかというとバラード専門ですね。これまではそんな感じでしたね。あ、じゃあまだこれからね、これからまだどんな曲ができるか、まだまだ先長いですから、なるちゃん楽しみだね、はい、クマさん楽しみだね。楽しみです、とても、はあまあね、実際クマさんもね結構まめにライブやってらっしゃることで、まあ、最後にじゃあちょっとライブ、はい、あの次回のライブのご予定でも聞かせていただけますか。はい、10月の23だったかな、10月23日日曜日、日曜日、はい、どちらで、長島の六郎っていう喫茶店があるんですけど、そちらで、なるほど、はい、あ、やります。私 の, あのライブじゃなくて、落合光雄というプロ歌手の方がいらっしゃるんですが、はい、その方が毎年2回ぐらい宮崎に来られるんですよ、全国ツアーの一環で、はい、
そこをあでご一緒にやられるという形で、はい、ろくろが毎回選んでいただいて、あ、はい、わかりました。三尾さんが気に入ったところなので、ああじゃあ、はい、三尾さんご存知の方ももちろんじゃあねプロの方ですからねいらっしゃるんでしょうね。はい、はい、素晴らしい方です。あ本当ですか。はい、わかりました。じゃあ10月23日日曜日、花ヶ島にあります、はい、ろくろです。はい、ろくろさんで、え、三尾さんとそしてねうちが今日出ていただきました熊さんも出ますんで、ぜひともねあの皆さん見たくなったでしょライブ。1700円です。はい、はい、もうねどんどんぶっ飛んできますからね。あもう1700円でワンドリンクだそうですよ。さもう熊さん突っ走りますから皆さん。あの僕たちもねあのきっと忘れられない連続ザワードだったんです今日は。とてもはい、すみませんありがとうございます。はい、じゃあ今回のゲストは熊さんでした。でした。熊さんありがとうございます。ありがとうございました。熊さん最高。熊さん